皆さん、お久しぶりです。ことなです。こんにちは。前の動画から結構期間空いちゃったんですけど、久しぶりに動画撮っていきたいと思います。イエーイ。ちょっと今親知らずを4日前ぐらいに抜いて顔がパンパンに腫れてるので、ここに冷えピタ貼ってるんですけど、気にしないでください。じゃあ紹介していきたいと思います。今回の動画なんですけど、シャネルで私の誕生日プレゼントとホワイトデーだけを買いに行く予定やったんですけど、なんかまあ縁があって私のずっと欲しかったものに出会えたので、誕生日プレゼントも、私誕生日8月なんですけど、今月3月やから5ヶ月前倒しで買ってもらっちゃいました。だからそれと、あとあれですね、自分でもちょこちょこお買い物をしたので、今回はシャネルの購入品動画となります。では紹介していきたいと思います。まず何から紹介していこうかな。4個ぐらいあるんですけど、4個あるんですけど、自分で買ったやつからいきます。まず1つ目がこちら。じゃーん。あ、待って、ピントが合わない。じゃーん、コインケースです。シャネルの。じゃーん。あ、で、3月の21日が1年間で1日しかない大開運日みたいで、私もネット情報なんであんま分かんないんですけど、一粒万倍日と、あと虎の日と天赦日、なんて呼ぶか分かんないです、天赦日、天赦日かなんか3つ被ってて、1年に1回の大開運日なので、その日に間に合わせたくて、どうしても。で、これがなかったんですよ、ずっと。このキャビアスキンっていうんですかね、キャビアスキンと、あとシルバーの金具のコインケースが入荷待ちやって、で、担当さんに入ってきたら教えてください、21日絶対間に合わせたいですって言ってお願いして、まあ、でも3日ぐらい待ったら入ってきたの連絡来ました。イエーイ、念願のシャネルです。コインケースで、これカードケースにもなりますね。こういう感じで、こんな感じで、あ、ピントが合わない、ピントが合わない、こんな感じで、なんか結構仕切りがあって使いやすいなって思って、私はコインケースとして使います。まずこれ自分で買ったもの1点目。イエイ、かわいい、めっちゃ。このでこの質が好きなんですね、私は。キャビアスキンって言って、顔にピントが合う。これどうしたらいいんや。キャビアスキンって言って、このモコモコした、これが傷が入りにくい素材になってて、あとはなんかつるっとした素材もあるんですけど、私は絶対長く使いたいのでこっちにしました。後ろにもカードが入ります。1点目でした。で、次自分で買ったものがこちらの、じゃーん、サンダルです。サンダルめっちゃ可愛い。これネットとかではなかったんですね、多分ね。1年前ぐらいに多分発売されてると思うんですよ、これ。でもネットとかもなくて、なんかたまたまインスタでパーって見てたら出てきて、これありますかって聞いたら、ちょうど私のサイズ37のハーフがあったんですよ。なんでこれも在庫があるって聞いて、あ、じゃあもうこれ取っといてくださいって言って、担当さんにお願いして取っといてもらいました。めっちゃ可愛い、これ。ぺちゃんこ、ちょっとだけ、若干ヒールあるんかな、若干ヒールあるんですけど、ぺちゃんこの夏に向けてのシャネルのサンダルを買いました。可愛い初めてのシャネルの靴です。てか、ハイブランドで初めての靴です、私。靴は結構なんか種類が多く欲しかったんで、今までなんか
まあ、ちょこちょこプチプラで集めたりとかしててやったんですけど、もうこれは完全に一目惚れしました。かわいい、イエーイ、イエーイ。次行きます。次からはもうあの誕生日プレゼントとホワイトデーでもらったものです。じゃあまずホワイトデーからなんかあんま分けてる意味ないねんけど、一緒に買ってもらったから。ホワイトデーに買ってもらったものがこちらです。さっきと似てるんですけど、こっちは財布になります。財布、これももう私のこだわりで絶対キャビアスキンのこのシルバー金具が良くて、あ、でなんか今回1店舗目に行ったとこが財布が全くなくて、あのなんかカラーもの、ピンクとかオレンジとか緑とかしかなくて、しかもゴールド金具やったんですよ。で、あーもう最悪って思って、多分みんな21に向けて財布買ってんやって思って、で私そんなシャネルも行ったことないんで、てかファーストシャネルなんですよこれが、なんで分かんなくて、その在庫状況が、あーもうこれめっちゃ人気やがないんかなみたいな思ってて、で諦めかけてて2店舗目行ったら、まさかのなんか最初にコインケースを出されたんですね。なんかこの似たような感じのコインケースを、しかもゴールド金具で、でもあーやっぱないやんって思ってて、ならなんか次の後ろにあったちょっと大きめの箱からこれが出てきて、もう発狂しました。場所とか関係なく発狂しちゃいました。なんかその担当さんもめっちゃ喜んでくれて、なんかそんな喜んでくれたら嬉しいみたいな感じで喜んでくれて、めっちゃもう運命の出会いしました。中はこんな感じで、こんな感じでカードが結構入ってて、カードが結構入るんですよね。 1,2,3,4,5,6 ここも入んのかな、これ何入れないの。とりあえずカード6枚と、ここなんか領収書挟むとこかな、ここあって、でお札が挟めます。めっちゃいい、もう可愛すぎる、やばい。シャネル初めてなんですけど、あとここに裏面にコインケースもついてるんですけど、私あの財布でこだわりがあって、コインケースは使いたくないんですよね。なんかモコってして嫌なんですよ。だから別でこのこっちを買ったんです。まあちょっとかさばるんですけど2個で、まあ私のスタイルがこれで、今までやったらそのカードケースとコインケースともマネークリップだけでやったんですけど、ちゃんとお札入れようと思って財布新調しました。めっちゃ可愛い、やばい。これおソロで持ちたかったんです、ずっと。これはホワイトデーにいただきました。イエーイ、めっちゃ嬉しいです。もうなんか諦めかけてたんで、もうほとんどその時に出会えたんで、イエーイ、これです。3つ目これです。で次なんですけど、次やばいです、マジで。次も私ないやろなって思って、しかもシャネルさん、あの今年入って2回値上がりしてるんかな、値上げしてるんかな、なんか1回目が多分、まあ、今年明けてすぐぐらいかな、わかんないんですけど、なんかそう、ずっと私欲しかったんで、ウィッシュリストっていうのを作ってて、絶対欲しいものリストみたいな、それを去年の夏に作ってて、その時は今より40万ぐらい安かったんかな、やったんですけど、そのマジで店行った1週間以内になんかシークレット値上げみたいなしてて、多分シャデルさん行ってる人分かると思うんですけど、たまにシークレット値上げみたいな、告知せずに値上げされるんですよ。それがあった直後やったんで、もうまた値上げしたみたいな、うわもう無理やわみたいな思ってたら、その彼がもう買ったらみたいな言ってくれて、誕生日プレゼント5ヶ月前倒しで買ってもらいました。行きまーす。じゃーん、じゃーん、売ってるかな、ヒント合ってるかな、念願のマトラッセです。
じゃーん。これ一番小さいサイズですね、マトラスの。で、もう一緒のキャビアスキンのシルバー金具で。めっちゃかわいい。ファーストシャネルがこの財布とカバンって最高すぎません？これはもうずっと欲しくて、まあ女の子やったらまあ多分みんなそうなんですけど、憧れやと思うんですよ、シャネルのこの定番のマトラッセっていうシリーズが。もう念願すぎてもう泣きそうになりました、普通に嬉しすぎて、なんかもう手の届かん値段になっちゃったなって思ってたんで、でも誕生日プレゼントで買ってもらいました。嬉しすぎる。これあのここ開けたら中が二重になって、こういう感じで二重になって、あ、まだあの21日から使おうと思ってるんで下ろしてないです、まだ型崩れ防止のやつが入って、ここにもカードが入るんですよ、見にくいかもしれない、カード入って、で私荷物基本めっちゃ少ないんで、あのお化粧直しとかはあんまりしなくて、リップしか入れないんで、この一番小さいサイズ でここにもペットがありますね、こんな感じで、かわいい、マジで。でこれあのこうやってチェーンを調整して、こんな感じで斜め掛けもできるんですよね、こんな感じで、かわいい。ちょっと下スウェットなんであれなんですけど、このなんかクラシックなカバンを私はあのラフに使いたくて、 T シャツにジーンズ、デニムにこれみたいな感じで、もう絶対夏は使いまくるなって思って、冬もなんかコートの中にこれかけて、絶対可愛いですよね。もうやばいやばい、マジで。あのシャネルまず買ったんが、まあ何回も言ってるんですけど初めてなんで、あのもうラッピングからシャネルって可愛いじゃないですか、めっちゃテンション上がって、初めてやし、もうもったいなくて全部置いてて捨てずに、やばいって思って、マトラッセ念願の。なんか最後に担当さんに大きいの持ってきてもらって、で迷ったんですけど、まあ、私大きいバッグをそんな持ってないかな、持ってない、多分一番でかいので、このヴィトンのオンザゴーなんですけど、これで一番でかいんですね。これでももうなんかスカスカいつも使ってて、こう小さいサイズにしました。めっちゃ可愛い、やばいやばいやばい。これともう財布とコインケースとサンダルがまだ早いかな、21日から使いたいので全部まだ寝かしてます。イエーイ、可愛い、マジでやばい、めっちゃテンション上がりました、ファーストシャネル。はい、こんな感じで、めっちゃ可愛い、めっちゃ見せるやんみたいなめっちゃ見せるやんって、持ってる人多いですよね。でも結構定番なんで使いやすいしね。でまあ今回でもうシャネル沼にハマったというか、なんか担当さんもいい人なんで、なんかいろいろ力になってくれそうなんで、来年ぐらいにはここハンドル欲しいなって思ってますなんかエルメスとかも攻めたいんですけど、私はとりあえずシャネルで頑張りたいと思ってますなんかあとあれかな、エスパドリーユっていう、まあシャネルのなんか定番のサンダルみたいな、サンダルっていうかな、なんか夏に履けるような靴なんですけど、それも欲しいなって思って、また買ったら紹介したいと思います。今回はシャネル購入品でした。はい、では最後まで動画を見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方お願いします。バイバーイ。